志村様の下旨で橋が修繕されてる。叔父上は策を貫くおつもりだ。犠牲が増えると承知の上で。みんなあんたを頼って集まったんだ、分かってる。半時でトリカブトを集められるか。まあわずかなら。人を頼り、集められるだけ集めろ。猛虎を毒で殺すつもり。一人で城に忍び込み、飲み物に毒を仕込む。ハーンの最後をこの目で見届けてやる。志村様に知られるよ。構わん。タカから預かってるものがあるんだ。ずっと渡せなかったんだけど、でも用心のために。無用だ。もらってやってくれ。急いで鳥かぶとを集めた。足りそう。これで何とかしよう。矢倉に行ければ敵陣の様子を探れる。毒を仕込む案も浮かぶはずだ。守りが薄く潜める場所も多い。杉笠衆だ。龍蔵、やはりここにおったか。宴を開くようだ。猛虎の酒に毒を漏れそうだ。死にきれぬ兵も出るだろうが、後で一人ずつ殺せばよい。守りは堅牢で火薬もある。迎え撃つ備えは万端ということか。
気づかれずに酒のところへ行かねば庭を抜けた方が良いな。선배희울중심으로다잘된비즈내기염하신다지약염하시모아휴지휴지휴지올록뭐좋아지믿는쇼댄네게못했어에宴に潜り込み、酒に毒を入れる。詐欺に勝つ。酒はあそこにある。あとは毒を入れるのみ。待つとするか。イネクバスタッドが。진ハーンはどこだ北へ行ったクロードの首を取れと言い置いてなならば取りに来るがいい
前が助かったのは俺がハーンに頼んだからなんだよ。奴はタカを殺した。俺の仲間も死んだ。もう味方はいない。お前しかなあ。二人で猛虎を撃ってやろうぜ。今さら知れたことを言うな。俺がハーンに着いたのは探るためだったと広めろ。お前が言えばみんな黙れ。お前ほどの友はいなかった。下れ、そして報いを受けよ。それしか道はない。それは無理だ。なぜくだらなかった。おじごの手で殺されたくない。知恵に背いたか。こうするほかないのだ。
城は取り返しました。藩は神谷方へ。すぐに立てば足に背いたな。民を守るために下まで。これが誉れある戦いと言えるか。おかげで勝てたろ。民を恐れさせ世を乱してか。これは戦です。それでは猛虎と同じではないか。誉れはどこにある。誉れでは民を守れぬのです。鎌倉に咎められることになる。だがまことお前の咎か。すべてはあの下人めの企てであろう。叔父上、九郎殿の名を捨て、この諸行の咎はあの女に負わせよ。皆に伝えよ。お前の名は志村仁、将軍様の御家人である。わしの息子だと。お断りいたす。俺は玄人だ。では裁きを受けてもらう。何用で参った。志村様から酒を届けるよう頼まれましてね。皆さんへのご褒美だとか。捕虜の番をしておるのだ。ここから出られるわけないでしょう。グズグズしてたらお仲間に飲み干されたりして。そういえば島に着いてから水しか飲んでおらんな。ならば酒がしみるでしょうね。ケンジ、何をしておる。見ればわかるでしょう。逃げましょう。逃げれば民を束ねることはできなくなる。叔父上も失望される。ここに残れば本土へ送られ裁きにかけられます。その下旨が届いたんですよ。柱にはあなたしかいないんです。ユナにもあなたしか。無事か。あなたの太刀を持って雪の中ハーンを追っとります。クロードを待ってるんですよ。お許しを、おじよ。雅子殿、ノリオ、石川先生と大見村へ行け。俺とユナで道を開いておこう。ユナは金であなたを待つと言ってました。ご神木のそば。馬もお戻りを待ってますよ。門の近くに抜け穴があるそうです。そこから出られます。物見の気をそらしましょう。でもあなたが逃げたら足も逃げます。よく来てくれたな。今宵四角の庭でお話をなさるとしまう。猛虎は言った。この仕方のもん。大丈夫。
様では。頼む、声を上げるな。この先の柵に抜け穴があります。通り抜けられましょう。助かった。私らはあなた様の味方です。あれは二度とごめんだ。切れ進まなかった。神木で待っておると聞いたが、武具はない。身を潜めて進もう。大風が来そうだ。早くユナを見つけよう。
これはユナはおらぬな。だがこの者らひとところに集められたのか。目を覚まさないかと思った。生きておるとは。もうこの毒矢を食らってしまった。誰が教えたの？わからねえ。だが作り方を知られたようだ。奴ら金の連中で試したんだ。あの村が焼かれる前、血だまりの中で死んでる家族を見た。始末をつける手は一つ、ハーンを撃つことだ。あいつは海岸の砦に兵を集めてる。泉の港だ。その近くに野営を敷きたい。調べてみるよ。兵具はつづらの中。支度ができたら櫓に来て。ユナと話そう。いい隠れ家を見つけた。矢倉から山の方を見て。隠れ家、山の近くか。城覚寺の仏塔、寺は壁に囲まれ、その上ハーンの砦にも近いな。そうことは優しくないや。今は猛虎のもの。取り返せばよい。馬屋に行こうか。馬はどうしたの？逃亡の折、追っ手の矢を受けてノブは死んだ。気の毒に。今は新しい子で我慢して。いや！
あれは金の民か。さあね、今はルミンだらけだから。叔父上と共に猛虎を追い詰めておれば。なんであの時降伏したの。俺が降伏しなければ対馬の民が本土の武士や叔父上と戦っただろう。殺し合いになればハーンの思うつぼだ。志村様は罠にはまったね。追い詰められていたのだ。猛虎にも俺にも将軍様への義にもな。力を合わせねばならぬ時なのに。なんであろうと志村様はバカだ。家督を継がせたいという思いを打ち壊してしまった。正しきをなすためだろう。それが吉と出るかは分からぬ。幾度も証明してきたよ。ハーンを殺して猛虎を追い返せば志村様は許してくれるかな。幼い頃から叔父上は父であり師であり世の全てだった。嘆かせたくはなかった。いつか和解できればと願う。いずれにせよ許されたとて俺は変わらん。私のせいだと思われてる。俺が選んだ道だ。いかなる始末になろうと悔いはない。たとえ罪人と呼ばれようとも。城覚寺は近いぞ。湖に宿営がある。そこから寺の様子がわかるよ。馬を降りろ。歩いて行く。深いね。隠れやすい。我々にも猛虎にもな。じゃあ開けた地を越えて寺に近づかなきゃ。つまり湖か。捕虜がおるぞ。あれじゃ凍え死ぬ。助けよう。まず宿営、次に寺を制す。のろし術。あれで敵襲を知らせるのか。Negium Harsinta. So Mota, Negium Betten do Haraden. No, Yachts to stay. Zaki, I'll let you teach. Here, Yachigo. Negium.動けるな。すべて助けたね。寺はここより守りが固い。焦りは禁物。じゃあ物見と行こうか。火薬の樽があるぞ。使わせてもらおう。物見役の旧兵。見つかったら狙い撃たれる。ならば誘い出せばよい。え？のろし術を打ち上げおびき寄せて一網打尽にする。待っておれ。のろしを上げる。
で気を引ける。では戻るか。あいつらこの上に来た。始末する。慎重に策を練らねばな。あの滝凍ってる。あそこを登れば裏に回れるね。行くよ。下人として死ぬかと思いました。もう終わったぞ。地球にここから出なければならない。だがどこへ。
猛虎もいないし、壁も頑丈。ここなら安全だ。ジン、志村様のこと気になる？俺が望んだことだ。ハーンは叔父上との戦で武士勢を破る術を知った。だが我らを防ぐ術は知らん。鷹の敵取ってやろう。皆の敵だ。ジン、こっちだ。お頼みを聞いてください。誰一人残ること。ねえ、稽古台を使ってる人いるかな。私の弟、太刀を握ったことがないくせに。たやすい。幾度も失敗した。5回試したけど、竹を3本切るのが精一杯だったね。あんたの弟のことだ。頭に。近江から上野岳の砦に続く古道があるんだ。だけど猛虎に陣取られてる。チラスにも味方が欲しいね。佐護山に狩人の集団がいる。頭は武志。友なのか。違う。だけど手を貸してくれる。弓の腕はかなりのもんだよ。一人で会ってきて。私は志村の城を抜けて近江に行ってくる。皆と共に南を攻めろ。俺は狩人を連れ北から攻め入ろう。うまくいくかな。ああ、抜かるでないぞ。あんたも。そこのお方、温まってってくれ。お主武志か。名前もご存知か。酒井仁、ユナの友だ。あいつの生きてんのか。近江への道が固められた。俺一人では道を開けん。手を貸してほしい。どうしたもんかね。狩りの名手だと聞いたぞ。この地の狩人の頭だそうだな。ユナがそう言ったのか。戦に慣れておるともな。違うのか。慣れてはいる。だが訳もなく命を懸けられないな。この冬は寒くなる。山の中で凍えながら過ごすより砦で暮らしたいだろう。春までいていいなら乗った。決まりだな。獅子を狩るのとは訳が違う。まず